暴走丘陵のこぎり山地獄のぞきのこぎり山は、千葉県安房郡居南町とふっ市との境に位置する、標高329.4メートルの山。作道として、のこぎり山ロープウェイが通る。日本寺、地獄のぞきなど、観光地化されている。日本名山杖の日本八十名山、日本百定山に選定されている。頂上からの眺望正式な名称は、天根山という。 建築は天地のい、日本寺の産号となっている。山は業界岸からなり、建築などの石材として適している。そのため古くは某州石と呼ばれ、良質石材の産地として、江戸時代から盛んに採石が行われた。結果、露出した山肌の岩が、ノコギリの市場に見えることからこの名で呼ばれるようになった。年月日。 外交官、アーネスト佐藤は、イギリス中日公使館の通訳生として赴任するため、横浜へ向かう途中、江戸湾洋上のキセンランスフィールド号から、右手に、ノコギリの葉のような格好したノコギリ山を眺望した、胸、著書に記している。採取された石材は、幕末から明治、大正、昭和にかけて、主に横須賀軍港や横浜の港湾設備。 東京湾要塞の資材として利用された。また、安国神社や早稲田大学の校内にも利用されている。自然保護規制の強化により1985年を最後に採石を終了。石切り場や石材搬出炉の後は産業遺産として観光資源になっている。江戸期には谷文長が日本名山杖において 日本八十の名山のうちに数えたが、深田久也が改めて日本百名山を選んだ時に線に漏れ、現在では小林康彦線の日本百定山に入っている。石切りバーと暴走丘陵の一部分を占めるが、内陸部よりも海岸線に近い。眺望は素晴らしく、東京湾一帯から伊豆大島まで見渡すことができる。また、近隣の安房三名山の富山、五点山、 リオが竹を望むこともできる。山頂までは、ノコギリ山ロープウェイやノコギリ山登山自動車道を利用することができる。ハイキングでは、浜金谷駅から、ノコギリ山頂上、百尺観音、地獄の時、日本寺、大仏、日本寺を通って、安田駅へ下るコースがある。周辺は、地質や動植物の研究者から、天然の大博物館として、 学術的にも注目されている。野幸霧山が国道127号の上から東京湾へ落ち込むところは、廟金岬と呼ばれ、磯遊び、夕日干渉の観光ポイントである。野幸霧山には多くの文人が訪れ多くの鹿が残されている。境内には小林一茶や長谷川馬工などの区比も混流されている。近代文学では、夏目漱石が 菊津六に日本寺を訪れた際の様子を記している。夏目漱石と交流のあった正岡式は、後日夏目漱石とは逆ルートで、のこぎり山を訪れ、この旅を隠れみので表している。1852年頃に観光された浮世絵師、歌川広重の連作、ふ三十六系では、安房のこぎり山が描かれている。安房のこぎ山は、 手前にのこぎり山、奥に、裏が水道越しの富士山を描いた図で、広重は、開江5年2月に、房総半島を旅行して、のこぎり山を訪れ、房総行日記を記している。地獄のぞきは、山頂展望台の通称。頂上付近にあり、石切りバートの絶壁の上に、下方前景に突き出した、岩盤上から約100メートル下を望むことができる。 覗き込むと、スリルを味わいながら、東京湾や房総丘陵、富士山などを見渡すことができる。地獄覗きのほか、のこきじ山全体が境内である日本寺がある。参拝の際は、文化財の維持、管理及び、境内の環境整備、復興のため配管料が必要。のこきじ山ロープウェイ鉄道自動車 AB 九州、大学総合研究博物館研究報告、C ボルト、 日本の山々と、谷文町、名山図四44ページ、日本百定山一覧登山データ。www.momonaima.net。2019年9月27日閲覧。ab、のこぎり山日本寺公式サイト由緒。www.nihonji.jp。2019年9月27日閲覧。 ノコギリ山の産業遺産動画で、日経産業新聞2021年4月20日コンテンツ面、AB、地獄のぞきの絶景絶景ジャパン。jp.zekkeijapan.com。2019年9月27日閲覧。ノコギリ山日本テラ公式サイト配管時間、料金。www.nihonji.jp。 2019年9月27日閲覧、ありがとうございます。